はい、今日移動となりました。美奈子。はい、美奈子ちゃん移動になってきました。はい、美奈子ちゃん、意外とみぎちゃんも何もしなかったという感じで。美奈子、美奈子、意外と落ち着いてたって言うけどね、ヘルプさん曰く意外と、ね、怒ってんね。よしよし、待ちや。ちょっと慣れないか、まだな。ミラコ、ここでメイちゃんだとあれしいや。で、まだモモちゃんはまだ入れてないんですね。ミラコが落ち着いてから、モモちゃんを移動さそうかなと。やっぱ親がね、安心せんかった、子供を安心しないかなと思って、まだミギちゃん、モモちゃんは移動していません。ミラコ、ちょっかいは出してないみたいね、ミギちゃんを。やっぱ今、さすがにママには。わかるんかな。ねえ、ちょっとみんなこう我慢しやな。分かったな。こっちは怖ないからな。な、分かったか。ねえ、みんなちゃん、あれなりやな。分かった。みゆきちゃんも意外とね、お母さんで分かってんかな。ねえ、みーちゃん、まあ、エルマちゃんは意外とね、大丈夫かなと思ったんですけどね。めぐちゃんとは喧嘩もなさそうやし、ね、はるちゃんは何かしなけどね、会わなかったから、ねえ、それでここにおったはるちゃんは向こうに行ってます。この後ね、紹介させていただきます。な、みなこ、かわいいね、みなこ。どうやろう、久しぶりの親子ね。覚えてるかな、みぎちゃん、お母さんのこと。みぎちゃんのも怖がってる。お母さんやね、お前のな。久しぶりの再会ですね。ね、いや、もう早くとなれやな。それでは、はるちゃんのほう行きます。 2C に移動だったはるちゃんです。はるちゃん、はるちゃん、どうや、こっちのいいんちゃうか。いやか、ちょっとママとな、これ。どうや、こっち仕切りをちゃんとする。はるちゃん、こっちもええやろ。あ、はるちゃん、どうなん、嫌か。大丈夫、かわいいな、はるちゃん。大丈夫か、こっちのがもう邪魔されんやろ。な、嫌か。ちょっと目つき悪いけどな。いや、そうやな、まだな。ハルちゃん、こんな感じで、ここやったらもう邪魔はされないと思います、誰にもね。ハルちゃんもね、のびのびね、過ごしてくれたらいいかなと。な、分かった。まあ、こんな感じです。はい。